小児がんの子どもたちで3ミリの長さに頭髪を治療の過程で剃ることが多いんですけど、参加者たちが頭髪を子どもたちと同じ頭髪の長さに頭を丸めることで、君たちは一人じゃないよという勇気づけのメッセージを伝えるようなイベントです。我々は参加者の頭髪を剃るヘアスタイリストのボランティアとして協力をしています。シンガポールのスタイリストだけではなくて、日本、香港、台湾から40名近くのスタイリストが集合して、全員でイベントに参加しています。10分という時間を目安に、短時間でのヘアカットに特化したヘアカット専門店というコンセプトです。創業者の小西は当時3万円とかするような高級理容店に通っていたんですけども、彼は忙しいビジネスマンだったので、時間がない時はマッサージとかシャンプーとかを除いてヘアカットだけをサービスとして受ける瞬間っていうのはたまにあってですね、でその時にヘアカットだけでも同じ3万円という料金をチャージされることにすごく疑問を感じて、じゃあヘアカットだけに特化したサービスっていうのを作ってみたら流行るんじゃないかと思って始めたのがきっかけだと聞いています。10分でヘアカットを終わらせることができるのは、独自開発のシステムユニットという設備が一つの理由となります。通常のサロンだとスタイリストの他にアシスタントの方がいて、床の髪の毛を剥いたりとか、次のお客様用にハサミとかを消毒したりすると思うんですけれども、我々はスタイリスト一人でお客様をサーブする仕組みになっているので、櫛であったりとか次のバリカンであったりとか、スタイリストがそれぞれのものを取るときに動かずに取りやすい角度であったりとか、お客様の髪を切りやすい位置にすぐ動けるような角度というのを計算され尽くした形をしています。ヘアフォーホープは小児がんの認知度向上と、小児がんで苦しむ子どもたちとそのご家族のための寄付金集めのを目的としたイベントとなります。ヘアフォーホープの活動に共感してくれた企業であったりとか、学校であったりとか、あとはそういう団体のリクエストを受けて、スタイリストをその企業だったり会社のオフィスだったりに派遣して、その場でイベントを行う、サテライトイベントとショッピングセンターで行われる2日間のメインイベントを合わせると50回ぐらいのイベントになります。ヘアスタイリストっていうのは、自分のお店の中以外で自分たちが培ってきた技術っていうのを提供する場所っていうのはなかなかないんですけれども、ヘアフォーホープっていうのはまさに自分たちがこれまでトレーニングをして培ってきた技術っていうのを社会に役立てるいい機会だということで、すごく共感してボランティアとして来てくれるスタイリストが毎年かなり多くいるというのが実態です。で、我々としても美容師という職業の価値というのをもう少し高められるような、そういう会社になればいいなと思って、こういうシンガポールコミュニティとのつながりをすごく大事にしております。